片手か両手かはっきりさせろお前の勝手さで、今回の話は一体なんだこの拳法殺し野郎。今回は両手持ちの剣術、刀術と片手持ちの剣術、刀術についてそれぞれどういった特徴があるのかを比較してみようと思うんだ。ふーむ、日本の剣術は両手持ちがメインだけど、海外の剣術はむしろ片手持ちがメインだよな。というわけでここでは体の使い方といった観点から両者を比べてみようと思う。ただ、最初に言っておくけどこれは別にどっちがいいとか悪いとかいうわけじゃないからね。ただ単にどういった違いが出るのかを考察したいのであって、何事も長所、短所というものは出てくる。それと今回の考察には私の主観がだいぶ入ってしまうだろうなというところはご了承願いたい。しかしまあ、言わなきゃ始まらないわけだもんな。というわけで言ってみるよ。一応一言断っておくけど、うつ主は非可見の神法を使って刀を振るので、その点ご了承願いたい。オッケー。まずは通常の日本刀を両手で持った場合からだ。いわゆる打ち刀を両手で持つと、必然的に状態は正面を向いてしまう。で、大体こんな感じで振ると。メイン。次は正面を向いてみる。うつ主の状態がこちらから見て完全に正対していることに注目してほしい。確かにそうだな。ちょっと切り返しもやってみる。で、ここからが重要なんだけど、状態が正対しているということは、バランスを取るため、必然的にスタンスが左右方向へ広がることになる。ということはつまり、左右方向への体重移動がしやすいということだ。だからこのことを利用して、左右方向への素早い切り返しがしやすいということになる。それってマイク・タイソンがピーカブースタイルの状態で相手に正対して、体を左右に振るのと一緒か。原理的には一緒だと思う。あれも状態を相手に正対させるからスタンスが左右に広くなって、体を左右に振りやすくなっているわけだからね。知っての通り日本刀というのはすごい丈夫な作りをしている。折れず、曲がらず、とか言われるよな。だからこれを両手で振るということは、強力に断ち切るような動きに向いているということになる。つまりまとめると、日本刀、ここでは内刀を両手で持つというスタイルは、素早い左右の切り返しを活かして断ち切るような戦法に向いていると言えると思う。なるほど。ただ、もちろん日本にも色々な剣術流派があって、流派ごとの理念も違うだろうから、ここではスタイルから外して判断される戦法的優位点を述べていると思ってほしい。わかったぜ。次は中国拳を見てみよう。中国拳は日本刀とは打って変わって、非常に脆く繊細な作りをしている。見るからに鎧よな。だから日本刀のように力強く断ち切るというような使い方はできない。中国拳は片手で持つのが基本だ。内刀の時とは打って変わって完全に相手に対して半身になっていることに注目してほしい。ふーむ、剣に体を隠すような雰囲気だな。はい、半身になっているということは、必然的にスタンスは前後に広くなるということだ。だから前後方向への体重移動が容易になる。中国拳はこのことを利用して相手との間合いを操作し、指、手首、脇の下、頸動脈など相手の弱い部分へ剣を差し込んで、サクッと切っていくような使い方をする。日本刀がラオウなら中国拳は時みたいなものだな。でまあ、どちらのスタイルにもメリット、デメリットがあって、内刀が力強く素早い切り返しで攻めていくことにメリットがあるとするなら、
デメリットは、相手に正対するために相手から見える面積が広くなってしまうということだ。これはつまり、突きをしたいとする相手とは戦いにくいということを意味している。突ける場所がたくさんあるということだからな。だから槍のような相手と戦う場合はかなり不利なことになると。そういや昔、トリビアの泉って番組で剣道対フェンシングをやっていたけど、フェンシングの方が剣道よりも先に攻撃を届かせていたな。剣道の方は両手で竹刀を握っていたので相手に体が正対していた。対してフェンシングは、剣を片手で持っていたので相手に対して真半身になっていて、打ち込める面積が少なかった。また、片手持ちはリーチが長くなるし剣の可動域も増える。前後に開いたスタンスは前後の素早いフットワークを可能にし、間合いを支配できる。そして剣道の攻撃が内型の弧を描く軌道なのに対し、フェンシングの攻撃は直線で最短距離の軌道だ。こういったもろもろの要素がフェンシングの勝利をもたらしたと考えられるよ。なるほど、まあ、テレビ番組特有のやらせとかがなければの話だけどな。中国拳の場合、デメリットは何と言っても繊細な動きが要求されるという技術難度の高さだ。人間というのはテンパるとどうしても力任せに相手を制圧しようとする生き物だけど、中国拳でそれをやると、逆に自分を窮地に追い込むことになる。どんな時でも冷静な対応が必要になる、ある意味度胸が必要なわけだな。まあ、言ってみやなんか頼りない武器なんだけど、実は槍と戦う時は内刀よりもやりやすかったりする。関西ギャグかな。こんな風に半身になって相手の槍に柔らかく剣を接触させて、そのまま離れずに滑らせ、槍の間合いの内部に入り込む。こういう動作は半身になっての片手持ちだからこそやりやすかったりするんだ。相性的なものがありそうだな。ちなみにこういう風に相手と接触した部分から相手の力の加減を読む感覚のことを、中国武術では、長形、と呼ぶ。長形で力を読むことで接触した部分を離さずに攻防するなんてこともできたりする。そうした長形を養う練習法として、中国武術には、水手、というものがあるんだよ。太極拳でよくやってるやつだな。次行ってみよう。今度は平等を見てみよう。日本で言えば大立ちに当たるのかな。平等も内刀と同様、両手持ちの刀剣に分類されるんだけど、実は平等のような長大な刀は、内刀のような使い方はできない。平等を使うには腰を割って体を真半身にする必要がある。そうしないと振り下ろした時に、柄が自分の体に当たってしまうからだ。どうもこうした腰の形を日本では、一文字腰、とか呼んだりするらしいね。へぇ。でまぁ、半身を切った体勢から、一気に叩っ切る。ぶった切る。正面からも見てみる。完全に体が半身を切った状態になっているよな。刀の切り合いにおいて、リーチが長い方が圧倒的に有利だ。だからもし、内刀と平等で切り合いをやったら、まず平等が勝つ。まあ、これほどリーチに差があっちゃなぁ。そして、実は平等は槍にも強い。半身に構えているから、さっきの中国拳と同じように、武器を槍に接触させて攻めていくということができる。半身だから相手の突きに強いわけだな。また、こんな風に打ち上げて切りかかるなんてこともできる。中国拳の時とは違って、力強く切っていくこともできるわけだな。まあこれは個人的な感想なんだけど、内刀というのは携帯に便利な反面、武器としては中途半端なところがあると思う。また何回割れんじゃないか。まあいいけどね。
最後に、代表的な中国刀である竜陽刀の技を見てみようと思う。竜陽刀では、この探偵刀制と呼ばれる。前手をかざして後ろ手に刀を構えるといった構えがよく使われる。この構えの意味は、前手を囮にすることで後ろ側の刀による突きを見えにくくする。もしくは、なりふり構わず前手で相手を掴んで切りつける。などなどいろんな意味がある。この刀は断ち切るように使っていくのか。そうだね。基本的に竜陽刀はパワーでぶった切るような使い方をする。だから練度の低い兵士でも、それなりに容易に使いこなすことができるんだ。初心者用ということなのか。もちろんレベルが上がれば奥深い技を使いこなすことも可能だけど、速攻で兵士を育成するには剣よりも刀の方が向いていると言えるね。竜陽刀はパワーで使っていけるとは言っても、片手で使うから、やはり両手の相手と力比べになったら負けてしまう。しかしもう一方の手を生かすことで、そういった力の不足を補うことができる。体術の割合が高くなってくるわけだな。片手刀術の技術というのは、空いている手をいかに使うのかにかかってくるわけだよ。というところで今回は終わりにしておくよ。武器についてはまだまだ話し足りないところがあるんだけど、さすがに話がくどくなってきた。そうか、お疲れちゃーん。最後に少し感想。今回やってみて思ったんだけど、ヒカケンの新法は内刀みたいに短い武器を両手で使うのには向いていないなぁと。なんかすごい窮屈だったよ。その代わり槍や病刀みたいに強大な武器を扱うのにはすごい向いている。現在の病刀が主にヒカケンに伝承されているのはそういう理由があるんじゃないのか。そうかもしれないね。それじゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。